たちの勉強しなきゃいけない。あの辺界隈だ結構顔広そうやから。本当。私職場がなんと日本橋でそんなあの高級巨乳風俗店あったっけな。多分ないかもしれない。いやもうだって見せバレしてんでしょ。見せバレしてるんですか。うん。で予約もなんか埋まってんのも全バレしてるよ。顔出ししてて。あそうなん。それほとんどリスナーじゃないですか。普通に。まあでもリスナーかもしれないですね。配信者なんですか。子供ねっていう人が、まあ、元々佐野さんの彼女です。いや、違うから、彼女じゃねえから。もう勘弁してくれよ。遊びに来ただけでしょ。悪いんだけど、俺は刺してねえんだから、電動工具で DIY しただけだから、な。DIY したの。そう、だからそれ彼女じゃないから。それは違うもん。ね、ね、日曜工具やっただけだから。うん。日曜大工しただけだから。メンテナンスみたいなもんですよ、ね。ああ。彼女ずらいないと。ありがとう中島君。勘弁してくださいよ。いや一時ね佐野さん新しい彼女ができた。そうそう、俺はすごい喜んでて。やっと佐野さんすごい、ね、彼女できたっつって。高級巨乳。いやガチガチガチ。相当喜んでたもん、ね。14号ちゃん。高級巨乳。まあ、今時でも高級風俗店って大体さ、もうはっきり言うけどさ、37ぐらいでさ、はい、その高級巨乳でさ、はい、デリでさ、はい、で、家には旦那が今まだ寝ててとかさ、もうさ、クソみてえなこと言ってんじゃねえよ、ババアよって話になっちゃうから。さすがの。マジ。サムさんの枠では友達ブロックなんですか。いや、ブロックしてないよ。ブロックしてないな、それしてない。うん。ありがとう。やめろよ。ありがとうございます。ナンバーシックス。いやもうちょっと上上がんないとナンバーシックス。あ、ちなみに鏡餅がまだあるんですよ。あ、そうなんや。はい、鏡開きしないと。二十何日までしないとダメだからね。やばいです。怒られます。香川さん、その辺タバコ屋さんありましたよね。あるじゃん。ちょっと行ってきますね。さすがでしょ。さすがさすが。これ来るだけだよ。タバコ買いに行ってきます。はい。はい。あ、業務用だし巻き卵あります？紐も欲しいの？紐？業務用はないんで、あの確認もないで。あ、そうなんですね。了解です。やめなさい。ごめんなさい。それもう、佐野さん。佐野さんが来た時、必ず誰か絶対こういう刺客が現れるのはどういうことなんですか。アンチが絶対に誘導してるでしょ。毎回毎回。いや、言いたきゃ言えばいいだけで、俺は、ああ、また言ってんなーって、もうだから、カセットテープレコーダーになってんだなーって。うん、それだけ。うん。もう病気だよ。うん、紐が欲しいのですか、紐が欲しい。紐が欲しいってどういうこと。ブラちゃん愛してる。愛してるって書いてますね。いらないから。いらねえよ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。雑談ひったの嫌いだって、友のメンバー全裸ができたって笑っちゃってる。そうなんですか。で、父で出て、あそこも探されてる。なるで探されてるんやろ。普通に持ってて。多分友のメンバー普通に出ると、がっつり出てて。なんか風俗の本当にバカにされて悔しくないのか。 あ、俺が。いやどうぞ好きに全然。まあでもね、友達もそんな、だって俺のことをバカにしたいって思う人は根拠を示してよ。こんな腐れ外道を叩いて気分が良くなるんであればいい。いくら、バカにしたっていいよ。ちょっとムチッとしてたけど。うん。わった。あれ。どうぞどうぞ。今日これでよかった。よかったですよ。本当に。初めて会えたんで。いや、本当に。一回会うと、やっぱ印象がね、だいぶ変わりますからね。いや、本当に。なぜ今の。目覚まし。こんな時間目覚ましかやってる。目覚まし。仕事上のアダイソンさんだった。ああいうのは注意しろよ。あ、俺ハニートラップとか喜んでかかるタイプだから。行っちゃうからもうそれ。
全部食っちゃうから。全部電動工具だから。いや、食えてないよ。食えてないよ。調理しかしてないし。だから、アルカリ電池はいつも家にキープはしてる。キープはしてる。アルカリ電池だよ。ほんで、あの、工具は使い回し。この間、あの女に使ったの、でもこいつ、この程度だから、新品買う必要ねえなと思って、あいつの使い回しでいいや。使い回しを受ける。使えよ。買えよ、話や。800円も1000円やつ。こんな女ね、新しいの買う必要ねえよって金の無駄だよ。面白い人いっぱいですよ。おたけありがとう、マーノ。決まった。上がってる、上がってる。上がってる、上がってる。上がってるで。そう。あ、いいよ。はい、ありがとう。ヒレピありがとう、マーノ。決まった。あざっす。バンバン上がってる。地味にありがとうございます。青汁の猫ちゃん、青汁の猫ちゃん、どうやろ、パンテリパチって、パチってない、バッテリーは、だって会社に入ってないからね、全然キュウリ、全然キュウリってない、ナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、いいお店なんで、お茶もしたら、来てください。ちょっとあの英語とか入れとくのを、ちょっと目線上げた方がいい、はい、日本人、日本語だけやったら酒場とかわかんない、バーって感じで、バーなんだ、確かに、確かに、ね、わかりやすい、そう、全然キュウリ、ねわかりやすい、そう、全然キュウリ、ありがとうございます。あと4ナイスでさえマジでちょっとサインにしてよ、ちょっと今日忘れてサイン狙うわ、ナイスな、ちょっとやばいし、いや、あとね、毎回忘れてるけど、昨日の夜も聞いたら、ね、その時押さなきゃ、押してたから来たら押すよ、押して、押して、へえ、とかなるから、なんとかじゃあ、ねるちゃんが上位に上がるなら、ねるちゃん押してあげてほしい、でも俺もう上位じゃないんだったら、もう言う、そうそうそう、今あの、2枚、2枚、ありがとうございます、今日、そうそう、よろしくね、ちょっと、ええ、あの、2枚、2枚、ありがとうございます、今日、そうそう、よろしくね、ちょっと、ええ、とかなるから、なんとかじゃあ、ねるちゃんが上位に上がるなら、ねるちゃん押してあげてほしい、でも俺もう上位じゃないんだったら、もう言う、そうそうそう、今あの、2枚、2枚、ありがとうございます、今日、そうそう、よろしくね、ちょっと、ええ、とかなるから、なんとかじゃあ、ねるちゃんが上位に上がるなら、ねるちゃん押してあげてほしい、でも俺もう上位じゃないんだったら、もう言う、そうそうそう、今あの、2枚、2枚、ありがとうございます、今日、そうそう、よろしくね、ちょっと、ええ、とかなるから、なんとかじゃあ、ねるちゃんが上位に上がるなら、ねるちゃん押してあげてほしい、でも俺もう上位じゃないんだったら、もう言う、そうそうそう、今あの、2枚、2枚、あり
ヒロイキンさん、ありがとう。あ、サインさん、ありがとうございます。まだサイン足りてないから、これちょっと話しとかないと。今日と明日あります。本大輔、いつもありがとう。昨日の放送あったからね、昨日の破天荒ネタがね。破天荒ネタ、あれでないですよ。だってだよ、俺は。俺は視力は悪くないんだよ。金、あの、老眼なだけだから。一日に終わるって言って、昨日であいつ逃げたってなったから、うん、まあ、あとはだから定期的にあいつが問題起こしたときに、なんか言う。だから老眼鏡だけはいつも持ってきてるよ。だから、東京大使辞めるの、うん、やめる、まあ、やめるとしたら、税務署関係やね。でも、他の社長もいけんやろ。トリちゃん、ありがとうワード。決まった。あだす。配信ぶったけるかな。切っても1時間後にまた開けちゃう。あの、なんだろう、あの、心がブレてんのかな、おじさんだから。1日に6枠ぐらい開く。
旅行アプリ開いて、なんか閲覧が450行ったらやめますとか言ったら、450すぐ行ってすごい気持ちよくなって放送続けて、そうそうそう、でも結局アイテム上がらへんからまた心が折れてやめていくっていう、そういうパターン。まあでもしゃあない。でも佐野さんも言ってたけど、彼はほらようやく金を手にしたから、もう金、今はもう金で、でそれを言えばいいけど、あいつはまたそれをカッコつけて金はいらないとか言うと、すぐバレるような、ありがとうね、しかし金しか言ってへんんですよ。なあ、みんちゃん、あ、やってました。あ、そうそう、ありがとうございます、ありがとうございます。まあこれぐらいにいつも起きんじゃないですか。ちょっと早いけど、そう、なんか朝方までやってるんですよね、配信。ああ、仕事ね。そうそう、ちょっと長くやってたみたいなね。延長営業しました。なおさんがすごい手に、なんか今寝てるんだけど、朝方カウンターここで、マジで、あの男はカウンター酒飲んだの。でもこの話から飲んだんじゃん。でもすぐ帰ってるんじゃん。1時間ぐらいで。8時ぐらいの旦那さんに会えるのかな。でもそんなやつだ。8時まで。結構嬉しい。そんなやつまでだ。なぐさん、こんにちは。え、この自転車ってゴリラって言うんですか。ゴリ、え、マジで。あのさ、はい、一番青谷さんは一番悪意があるのは、その全く知らずに話してることない。くまモン貼ってませんから。くまモンは書いてない。あ、そうなんです、ごめんなさい、すいません。悪意。え、でもさおさん、あれ撃ったんですか。あれは、うん、あれ撃ったんですか。リスナーが勝った。あ、リスナーが勝ったんですか。パンスト履いてる、ね、G カップです。 G カップやって、 G カップです。 G カップや。でも買った方は損はしてない。あれ値上がりしたからボコーンって。あー、そ、俺が売った値より。あれ限定なんですか。そう、あ、限定なんで、もう発売中止にしたから、うーん、そっからもう台数限定だったから。え、あれは佐野さんが直接自分で調べて買ったんですか。そうだよ。あ、そうなの。それ欲しいって言ったら、ありがとうね、リスナーさんが金振り込んでくれたから買いに行って。ちょっとね、金振り込んでくれて、それ打って自分また持って、おかしいでしょ、あなた買ってくれて、ほんで家にほとんど乗ることなく家に置いてやね、飾って、家の中でエンジンくれた。でもそういうのが好き。いや、でもマジで、これ家の中でバイクの、バイク空ぶかししたりとか、ナイスも忘れずに押せ、ね、あの、はい、ね、拭いたりとか、バード、気になった、あらーす。壁パンダより壁キックしてた、ね、壁キックしてた。で、隣の人が出ていったっす。配信者だなと思って。サロモン機って言われたね。まあ、あるの普通に買ってるから、まあいいとして。そう、なんないじゃないですか。違う、あれ売っ払ったのは、俺がパクられた時の罰金を払わなきゃなんねえ、税に作んなきゃっていうんで。あ、そうなんですか。そう、ほら、で、じゃあうなちゃん、あれ来てますよ、来てますよ、ちゃんとバイク、それ俺欲しいわっていうので言われたから、ちょうどいいタイミングやった。あ、じゃあ、それで、うん、売るよ。来てますよ。で、俺ほら若干改造してたから、うん、そっちもね、レジェンドたちに集まる店です。サオさん、あの、いまだにあのチャリンコは健在なんですか。電動、あれ電動でしたっけ、乗ってきてた、この前乗ってきてたやつ。うん、あれ電動のやつ、あれも今あるんですか。あれ今、うん、あれはいつも常に乗ってるよ。電動か。いや、そんなことないですね。そう、いるいる。私が大型バイクの免許を持ってるから、え、そうだ、後ろ乗せます。大型持ってるんですか。持ってますね。はい、何本の、何本まで乗ったことあるんですか。1400まで。400まであるの。起こせます。すごい、起こせる、はい、起こせます。え、すごい、はい、多分1000。え、ひねもさんは。いや、僕ないです。バイクとかは乗ったことない。乗ったことないの。ないです。かっこいいな。車は？車は免許。車あるんや。1400起こせるって結構すごいよ、ね。すごいですね。すごいですよ。400でも重いですよ。重い。慣れてないと。400起こせたら一緒なのかな？
いや、重いでしょうね、やっぱりね。全然重い。400はもうすんなり、パッと。すんなり、やっぱ1400なんて重たいもっと。重たいっていうか、なんかこう、手で絡める感じで、なんか本当コツなんですよ、テコの。だからもう、うん。え、結構乗りに行かれるんですか？あ、行ってましたね、地元仙台なんですけど。あ、仙台なんや。はい。東北は結構山道多いんで。はいはいはい。うん。仙台もええ。